アメリカはエドガー・バレーズによって作曲された還元楽曲。1918年から1921年にかけて作曲され、1927年に演奏時間や楽器編成を縮小する形で改定が加えられた。1925年には出版されている。初演は1926年4月9日にレオポルド・ストコフスキー式の フィラデルフィア管弦楽団によって行われ、改訂版の初演は1929年5月30日にガストンプーレ式のコンセールプーレによってサルガボーで行われた。これ以降再演は行われなくなったが、作曲者と弟子の修文中が初版譜の大量の誤りを訂正した版が1973年にリコルギ社から出版され、現在では バレーズの代表作の一つとして盛んに演奏、録音が行われている。バレーズがアメリカに移住して最初に書かれた作品である。彼の最初の作品ではないが、初期作品のほとんどが破棄されているために事実上の作品一にあたる作品となる。題名について、バレーズ自身は単に地理的なものではなく、発見というものの象徴として、大地に、空に、 そして人の心の中にある新世界たちと説明している。批評においては作品の原始的な力やニューヨークの鮮烈な描写がよく指摘される。ニコラス・スロニムスキーは次のような説明を残している。複数形の題名によって抽象的と具体的、現在と過去のすべてのアメリカが包括されている。巨大なオーケストラのために機能的な主題の分子からなる不協和な。 大法によって組み立てられており、組織された音響の集合体へと絶えず、結晶化していくことで、音楽は進行していく。拡大された打楽器セクションを持つ非常に大きな編成のオーケストラのために書かれている。演奏時間は23分前後の単一楽章で書かれている。作品はアルトフルートのソロを含むドビュッシー風の響きで静かに始まり、活動的な力によって、 急速に高まっていき、イゴールストラビンスキーの春の祭典のそれをより大規模に展開させたような巨大なクレッシェンドによって区切られていく。猛烈な不協和音や打楽器や感覚器に託された複雑なリズムの対応法が特徴的である。短い動機を繰り返し、展開ではなく並列させていくことによって音楽は進行していく。 作品の象徴となっているサイレンはバレーズにとって音楽構造的にも重要なものであり、12平均率を超えたところでピッチの連続体を発現させている。ガストン・プーレ、ハット・コンポーザー・バイオクラフィー、バレーズ、エドガード、ハット・ケンブリッジ・コンパニオン・ツーザ・オーケストラ・イド、ローソン、P63 バレーズザ・ミュージック・オブ・ファイヤー。 ルードアーアーカイバルプロジェクトムシカルワークスライティングスハットアマリックハットエドガード・バレーズアマリックコル・フランクニューヨーク1973中文中皇帝、グラムフォンマガジンセプテンバー2001ありがとうございます